はい、ちなみにですね、三決も行うので負けたチームはそのまま残っていただきますようお願い申し上げます。さあ、B ブロックの決勝戦、さあ、ツーハッパー入って、さあ、また立ち回りに戻っていく。さあ、木ので隙を消して、さあ、モードレットはお互いバックジャンプ。さあ、リーハが入ったところに、さあ、いつものコンボを見舞いしていく。さあ、減る、さあ、ここは人生相談入って、さあ、昨日はヒットしたがコンボには間に合わないが、さあ、リーファーが当たる。ただゲージがない。さあ、ゲージを回収。さあ、まずは湯煙さんの黒雪姫、立ち、さあ、このディレイが怖い。しかし、さあ、起き上がりにパワーブラー、一気にキャトルミューティレーションまでつなげていく。起き上がりにパワーブラーじゃねえや、アスリートダッシュを決めてたが、あ、なんか誘うような動き。さあ、投げ抜けの瞬間にアスリートダッシュを決めて、さあ、これで1対1。モードルと当たっている。あ、ここで切り札入ってもう一発、大会ならでは。あ、裏に回ってエンブレイジング、あ、エスケープブラストになってしまった。さあ、届く、さあ、お互い虫の息だが、さあ、何も残っていない。エスケープ、さあ、怖い状況。モードレットはガード EX、 これはさあ、冷静に対処して湯煙さんの勝利。さあ、チーム寄せ集め、続いて出てくるはトモさんのシャナ。開幕ピアッシング、さあ、グレンノーダチンは投げを決めてパワーブラー、お互いにパワーブラーヒットして、さあ、サポートモロコと潰していく。さあ、ここは置き攻めを重視して、さあ、まだ残っている。さあ、サポートを潰したが裏に回っている。
さあここで体力を回復していきたい。さあグレノーたちがヒットして、さあ画面端に審判、さあ必要に固めていく。さあパワーブラー、さあ冷静に、まだ残る、さあ投げて、まずは湯煙さん、さあ投げて、さあ低空がヒットして、さあ EX 波動で隙を消していく。投げて EX 波動、さああれだけ波動 EX に使ってもゲージはまだ5本ある。さあ手に取ってからエンブレー、さあダウン落ちやってしまうが、さあゲージを回収していく。さあ体力を回復して、さあ間に合わない、審判これは投げている。さあ見立てして大将、先ほど仕事をした翔さんが出てくる。さあこのまま湯煙さんがサンタでするのか、それとも阻止するのか。お手合わせ願います。開幕は A パス、さあつなげて場所を入れ替える。さあパブラヒットしなかったが、どいてくださいと、さあまたもや壁番壁番と、さあまたもや位置を入れ替えて、さあ相手はしっかりガードしている。さあまた割りつくトモカ、トモブラスト使って、さあミスってしまう。さあ入れ込んで、まずは湯煙さん、さあ続く2本目、さあパワーブラで回収して、さあここでエンブレイジング、さあ一気に体力半分だが、当てみ間に合う、さあまたもやミスってしまう。中段は立っている、さあ C が使って、さあまだ残るが、さあどいてくださいということで湯煙さんが3立て。
ということで、GCS さんのおかげですが B ブロックの、勝者となりました、では決勝の前に、三決をやります。サンモリッツ対寄せ集めチームもう一回お願いします。